はい、ということで2020年10月22日ドラクエウォーク初日の久しぶりの強敵30でございますということで、パンプキャメルとレベル30、左のような感じのパーティー構成で挑んでいきますということで、助っ人さんはコクランです。バギーをお借りしましたということで、ずーっとやってきたのが鎧の騎士の構成、それからサブナックの構成でやってきて、まあ、ドルマ、デイン、それから助っ人さんとかによってバギーが一番あれかなということなんですけど、バギーがやっぱ一番あれかな。バギーの超高火力は私持ってないんで、コクランじゃなくて常闇、それから雷神だけ一突というような構成ですね。こんな感じ一応来れたんで、いきなり29から30に強くなったらっていうことは、まあとりあえずやっていきましょう。負けたらということで、いきましょう。レッツラドン、めちゃくちゃなんか強いっていう構成じゃないですね。心でもね、そんなに集めなあかんっていうような構成でもないので、とりあえずでこれが強いですよね、本当で。やっぱ一番あれだな、バギーがあれなんかな、コクランが強いっていうのもある。あ、ちょっとタイム。なんでその前にあのレンジャーのあれ、ちょっと待って、バッチリ、これガンガンだが、ちょ、なんでレンジャーの、あれが、これでいいな。なんであんなにあれだ、常闇与えんのだ。線もなかったぞ。え、そんなことないぞ。もうちょいあったけどな。でも強えな。バギーやっぱ強えな。これはでもあれだね。常闇はあのバトマスにも出して、あれ900しかないぞ。なんか弱いぞ。雷神もなんか弱なってるぞ、これ。なんだこれ。あ、わかった。29と30であれか。防御とか違うってことか。今までね、レンジャーのとこ闇で1000以上のダメージ。なんで、雷神がこれね、500×4 ぐらい、2000以上ぐらいは与えとった。あれあれあれってことだ。そうだな、バトマスでもちょっとあれだな、与えるダメージ減っとるもんな。あー、よかったよかった。ここら辺で、セビオートになるかなと思ったんですけど。倒されたらもうあれだね、あの、オート止めて、世界中で起こす。うん、蘇生させます。そんな感じだね。27、28、そんな感じだったね。めちゃくちゃ強いっていう風じゃなかったもんね。一人回復でどこまでいけるかなーって、ずーっとサブナック構成でいったのかな。まあ多分、ドルマが通るんじゃないかな。これ起こします、起こしますよ。ということで、ザオラルしまして、で、やっとったんですけど、まあなんとかいけるかな。だいたいあれだもんね、ここら辺の強敵って、10いくつとかはどうでもよくて、22ぐらいから、ちょっとどうかなーってところだね。で、25ぐらいからあれだよね。どんな感じになっていくのかのね。あの、明暗を分けるところだね。めちゃくちゃやっぱ強くなっていくっていう感じじゃなかったんで。やっぱ影締まりこれなんかあれだね。あの、率減っとるよね。久しぶりなんかまとまって使うようになった。あ、ありがとうございました。バギーが一番あれなんかな、これ。イベ武器持ってくるとどうなんでしょう、これ。結構な火力出すのかな。ただこれ前哨戦で本当に、そこまで強くないというか、雑魚とまで言わんけど、そんなにあれだよね。で、心見とっても、あと S の一応なり、あの、あれあれあれ、合成じゃないけど、アップさせた時の映像で自分ので見とったんですけど、即死耐性があるっていうだけで、そんなにあれかな。まあもちろんこのね、バギーのね、力と魔力のね、合成武器持ってないっていうのもあるんですけど、っていうところはなんかね、まあ、久しぶりのあれだね、あの、お菓子集めじゃないけど、ね、素材集めして、めんどくさいね、壺割りとかじゃないけどして、あのね、邪魔なオブジェクトじゃないけど、あの物体をね、取り、まあ、後で言いますけど、祠とかなんか私の方のところにどん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 なんか飛んできやがって、めんどくさいことだったんですよ。まあ、ほんと中休みでかなと思ったことで。これ、レベル30だよね、やっぱね。確かにそのなり、飛べて、で、ザオラルは使ったりしましたけど、5070の経験値は地味にあるな。これ30だよね、やっぱね。30でいいんだよね。てん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 、D でございますか。これも、即死耐性でちょっと欲しいかなと思ったんですよね。そうだよね。30だもんね。ミックアトリートいただきまして、ありがとうございます。まあそこまで多分強くない。あ、これあれだね。今押しといた方がいいか。貯めといてかんかな。
ありがとうを押しとかなかもね、まあ、今押しときます。すぐね、お礼はしなかった、ありがとうございますということで、これもまためんどくさいね、ずーっとよかったね、お札に貯めといてめんどくさいことやっていかなあかんすね、ということで構成なんかご紹介いたしますことで、装備はまあ左の通り見えとる通りなんですけど、これ完全にサブナックの構成を移して、順番とか、職業を変えたかな？回復だけ欲しい棒で賢者にした。パラディンを回復にしとったんだけど、20どんなもん？ 5 とかぐらいで、200ぐらいあったら終わりかなと、それでダメだったら回復2枚構成で行こうかなと思ってたんですよ。あんまりきつかったら。行けそうなとったら行けそうなとこまで行こうかなということで変えまして、ほとんどサブナックの構成ですよね。見とるとね。いや、そうなんですよ。移したんで。だってもね、装備しとるのも外貨とかそんなあたりですもんね。ということで、戦闘から行きますけど、まずは装備、もう無凸です。雷神、パラディンのとこだけ無凸です。何がいいんだろうね、こう私の持っとる構成だと。ドルまで行ったけど、別に王者の剣でもよかったんかなって、王者の剣使ってないで分からんですよ。雷神の方が一凸だったもんで、そっちの方が単純に強いかなってことで、雷神の剣、雷神かの槍を採用して、剣じゃないね。採用しまして、とりあえずバトマスこんな感じにしまして、一番あれだね、やっぱ火力出せるんでアクセサリーこっち盛りましたね。なんでルーンバックラつけとるのか、これ、分かった。獣耐性だ。だから、いや、そうか、サブナックの構成だ。ほんで、心構成はちょっといじりました。体力方面にね、シフトしましたね、素直にね。HP を重視にしまして、こんな感じですね。ホラービーストはやっぱあれだね、今回輝くためでどうしてもね。これがあるもんで、ドルマのがいいかなと思ったんですよね。まあ、ドルマね、火力上げれるし、ヒャドウと混乱あるもんでね、あいつ、パンプキン、名前覚えれんね、あれ。パンプキンにいいね。パンプキンにいいでしょ。があれだもんね、混乱やってくるし、シャドウもやってくるもんで、それ考えると、まあ、これ、ホラービーストが本当輝ける心じゃないかな。そう、攻守じゃないけどね、本当基本精度を見ても、体力も強い、まあまあある。150ぐらい欲しいって言うよね、わがままですけど、力も強い。ほんで、素早さそこそこ、身の守りだって、まあまあ、本当にあれだね、バランス取りとって、さらに今回のね、パンプキンにね、有効的な体制もありますし、まあ本当にうってつけじゃないかなということで、ドルマを選んだもありますということで、こんな感じでして、完全に HP シフトにしましたね。ヘルコンとかは採用やめましたね、さすがにね、ちょっとね。ということで、2番目のレンジャーでございます。こちらも装備はやっぱりね、サブダックのそのまま移したりとかで、なんで光のルール入ってんだこれ。謎だなこれ。なんでこれ入れたんだろう。シャドウ体制入れたんか、そんなことねえだろう。キャド体制入れたんかな、そんな頭あんた良くないだろう、多分触ってないと思う。これなんで指輪とか、これ異様構成だもんな。まあいいわ。そんなんでやっても勝てるぐらいだったということで、解釈してくださいということで、心構成こんな感じです。これもやっぱギガンデス入れてる通りに HP シフトにしました。素直にで20いくつ、やっぱこれバトマスと一緒のようにここ金すら入れとったんですよ。ちょっとね体力面でね、まあさすがにね、会心がやっぱりあれできっついもんで、いや結構落ちたんですよ。結構世界中使ったシーンあったんで、もうちょいやっぱ HP 持った方がいいかなということで、こんな感じの構成にしました。やっぱホラビが輝くね、素直にで。ここら辺でもやっぱあれだね、 HP のこの150前後のここら辺の最近でできたね、コスト90以上ぐらいの心、ここら辺ちょっといいチキだね。これで言うと、魔王でしょう。それから、まあ、ホラビア前からあったにしても、悪魔の騎士もそうだし、ボストロでも、まあまあ、あれだね、これでもね。100あるもんで、ね。これで、ちょっと、ここら辺を全部、もりもりしたい感じですよね。で、こんな感じで、真珠の方はこれ、スライムと物質になってますけど、ドルマでございます。下の方がドルマでございます。S の方のドルマがなかったんで、これにしました。物質はちょうどあれだもんね。これはいいよね。あいつがね、パープキン物質だもん。私ずっと悪魔だったもん。最初確認せずずっと悪魔だったんですよ。そしたらね、あれ、カタログじゃないけど図鑑で見たら物質だもんね。そんで変えたんですよ。ということで、3番目のレンジャーでございます。レンジャーじゃないですね。パラディンでございますということで、雷神の槍をね、突してしまったというか、突したんで、この前のガチャか、ちょっと前のガチャかで当たった時に、まあ、王者の剣があるんで、日本でいけるでいいだろうという安易な考えで、こんな感じにしました。これもやっぱあれだね、サブダックの構成そのまま移して、武器を変えたってぐらいか。で、心構成こんな感じですね。これでも意外になんか火力出せんね。パラディンだとあれなんかな。今日のヤシャコンの大義と斬撃のあれじゃないけど、そんなあれだよね。でいいよね。魔法戦士でもね、そんなに出せんかったんかな。やっぱあれかな。バツマスとかあっち持たせたからかな。魔法戦士がもうちょい出てたのあるんだけど、
なんだろうこれ。レベルも別に問題ないよな。これが、あ、これ熟練度あれだもんな。5だもんな。で、これで出んって言ったらあかんのよな。悪魔の騎士が良くないんか。まあ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 、まあいいや、まあいいや、まあいいや、ということで、こんな感じにしましたということで。それで最後の賢者でございますけど、まあいつもの通りですね。変わらんすね、本当にね。これもやっぱりサフラックの構成見ての通り、ワイルドジャケット装備してる通り、この辺りをそのまま映したのを変えたっていうだけですね。心構成こんな感じにしました。シルバーデビューはやっぱね、あの即死体制で素直に採用しました。あの、あれ一応で、ね、怖いんでね、パンプキンがね。ということで、こんな感じでやりましたけど、多分これ、そんな強くないと思う。あの、私だけじゃないと思う、これ。もっとあれじゃないの？回復なしとかでいける人おるんじゃないの？火力ゴリ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 漏れる人だと。それで最後に、あの、パンプキンの心のお話なんですけど、微妙っすで、微妙っすで、これで、入手中で行くか。入手中で行った方がわかりやすいんで、A がありますんで、これを C 化させれば見えるんで、こんな感じでして、これ二次枠じゃない数字だから、まあ、これ多分混合魔力の方だから、合算値だからあれだろうね。突出した数字に見えるんですよね。大体そうだよね、これってね。ああいう何、切り裂きペールは別として、この手のタイプって最初見た時すごいって思わんね。むしろいらないって思うもんね。まあ、数字的にそんな感じですもんね。力でもかといってね、こんな100近いとこあるわけじゃないしね。ってとこだね。二次枠に入れて 1.2 倍化しても、そんなあれだもんな、いかんもんな。S 持ってないんで、これ、はめてね、見せることできんで、ちょっとあかんすけど、それで特殊効果の方いきますと。これが S で、斬撃待機が 3% 乗りまして、バギとギラが 7%、やっぱ複合だよ。これやっぱでもね、私ね、地味に思ったのがこの即死耐性 7%。これを悪魔の騎士のところの心構成に無理やりね、色違っても入れたいかなと思う。だからこれ S、2つは欲しいかな。2つ、3つは欲しいかなと思ってますよ。悪魔の騎士用に。あの、来週か、入れ替わってなくなったらって、そういう話はなしです。多分なくならんよね、あれってね。あれが一番めんどくさいもんで、ね。あの、魔王よりめんどくさい、あれのが。ほっとり。あれやるぐらいならサブナックでね、あの、コツ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 石板やってた方が、めんどくさい、ほっとり。だって、これ、それだけのために集めようかなと思ってます。素直にね。うん。まあ、あの、ガチャ武器が当たりゃいいんですけどね。と、まあ、そんな感じでやってきまして、で、最後に、この、祠なんですけど、なんかね、配置がほっとね、これ皆さんの環境どういう風なんでしょう。めっちゃ近いとこにこれあったんですよ、最初で。これ、ここら辺だったかな。でね、これも近いですことね。こいつも、こいつも、こいつも。いや、これも何、飛ばす気になら飛ばせちゃうんですよ。めっちゃめんどくさいなぁと思って。で、これがね、2章の7話なんですよ。なんでここにこれが置いてあるのか私も全然わからんですけど。多分最初にやった時になぜ、あれだろうね、近いところに勝手にわけもわからんまま置いたんでしょうね。ちょっとほこらこれめんどくさいで、ほこらが飛んでくると知らんかったですわ。いや、びっくりした最初。なんでこんなところにあるのかなと思って。いや、ほんとにほんとにこれ。ここら辺にあるもんで、7章とか8章とか6章とかこの何、こうやって防波堤作ったやつありますわ。防波堤、あ、触っちゃった。めんどくさいな。触っちゃった。その章ありますわ。これ。そこの章を呼び込んでやっちゃうと一気にポンって飛んできちゃうんですよ、勝手に。飛ばす気があろうがなかろうが。これちょっとめんどくさいで、倒したら消したいよね、邪魔くさいよね。というところで、最後にこのバフ効果なんかやってないんですけど、これなくても一応倒したらちょっと待ってくださいね。近くにあったよ。あれここにあったんだけど。あれクッキー工場飛んでっとるが。ここら辺にあったんですよ。こっち行っとる、なんだこれ。範囲外になっとるがね。これ、めんどくせえな。これがね、大丈夫やってないんですけど、だからそれで倒せるぐらいだから、そんな強くないんだろうね。だってこれちょっと待ってくださいよ。これでクッキー工場見ますよ。クッキー工場じゃないか。まあいいわ。生産工場でいいわ。これがパンプキャビネット。だってこれあれだもんね。ダメージ5ターン 5% あってんで、3ターン 100% ありますが、混乱耐性。で、ダメージが5ターン 12%。ここら辺全く拾ってくなくてもいけるってことは、やっぱ強くないだろうね。だって今までだとね、これ拾ってもきついってやつ見ますわ。拾っても、っていうのが多かったから。これもミイラ男の帽子も微妙だし、これ持っとる人すげえな。もう集めたんだな。こっちじゃないよね、多分ね、集めたのね。あの、ルイーダの方だよね、多分ね。と、まあそんな感じでやってきまして、そんなに強くなかったで。だからあんたあれだろうね、初日30までいけたんだね。あの、レベル上げとかね、ほらでね、メタルを探すとかね、そういうのがないもんで、やることないんで、できたっていうのもあるんですよ。
やることがなければ一応できるとね、自負しとくというところで、まあ、多分そんな強くないね、今回は。次ぐらいでしょうね、メイガで。とまあそんな感じ、これ完全にあれだね、中休みというか、息継ぎというか、本当にそういう間で緩いイベージじゃないかな。一個だけ言いたいのが、これだけ主張しておきますわ。この、期間限定交換所。これ、一周年イベントずっとやってさ、この私、メダル、これ、メダルメダル、もう変えとくわ。これ、メダルが欲しかったんですよ。メダルが。いや、お金になりますが、お金ないもん。いや、そのためだけに何これ。残念だよね。これもうメダルが入らんもんね。これ手にできんもんね。いや、ケチでしょう。ケチでしょう。いや、それぐらいこれで、これでもっと、ね、違いますよ。お金が。今なんかもうあれだもんね。なんか変な生産しなあかんために、ここの、まあいいや、イベントのダメ出しはやめるとして。と、まあそんな感じでやっていきまして。まあ、ぼちぼちやっていきます。なんか、今回微妙そうだもんね。ゆるくゆるく言って。来週の場合はベガボブでしょうね。そこら辺来てから、まあ本格的に動くかなってことですね。それまでね、のらわりくらりなんかね、ゆるくるくやってますわ。マイレージもそろそろ溜まっていてね、ガチャも引きたいですし、ということで。はい、ということで、そんな感じ、おりー。